次で最後となります。私はピカチュウをゲットできたのでしょうか。はい、皆さんどうも、ルータンこと桜庭瑠璃です。始まりました、桜庭瑠璃チャンネル。今回もご視聴いただきありがとうございます。よかったら最後まで見ていってください。はい、今回の動画はですね、セブンイレブンやイトーヨーカドーポケモンセンター等で行われているポケモンの一番くじを引いてきました。その引いてきた景品をご紹介したいと思います。最後まで見てってね。はい、この私がやってきたポケモンくじが7月3日より販売スタートしていました。で、1回650円のくじです。もう私本当にくじ大好きマンすぎて、見つけたら結構やってしまうタイプなんですけど、で、近所のね、あのセブンイレブンで見つけたのでやりました。で、この内容としては A 賞がピカチュウぬいぐるみ。もうこれがね、あの一番可愛いなーって、欲しいなーって思ったやつです。で、 B がバニティーケース、あの化粧ポーチ、大きい化粧ポーチです。で、 C がスヤスヤピカチュウぬいぐるみ、もうこれもねすごい可愛い。で、 D がトラベルセットです。あの旅行とか行くときに化粧水とか化粧落としとか入れれるような、そういうポーチ付きのやつです。で、 E がデザインタオル、 F がジッパーバッグ、 G がストックコンテナ、これがあの冷蔵庫に入れて保管できるようなタッパーみたいなやつですね。で、ラストワン賞がおやすみピカチュウ&ミュウマスコット付きクッションってやつです。はい、そして私は何を引いてきたのか最後まで見てってください。はい、まず私が引いた回数6回です。私は発売初日にやりに行ったわけではなくて、たまたまね、その何日か過ぎてセブン行って、おあるってなって、欲しくてやったものなんですよ。はい、で、A 賞のピカチュウが多分2つ当たりが入ってたんですけど、まあ、1つがもうすでに引かれちゃって出ちゃっていたので、私がやる時点ではたくさんある中で A 賞のピカチュウは1つだけだったんですよ。でですね、まあ、私は6回引きました。まあ、毎日1日1回っていう風に自分の中で決めて通っていきました。はい、ということで早速ね、紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちら、ダーン！いい賞のデザインタオル。まだね、未開封なんですけど、せっかくなのでね、開けたいと思います。見えるかな、これ。ちょっと開けよう。はい、こんな感じ、ハンカチタオルですね。かわいい柄です。全部で、このハンカチの大きさが4種類と、フェイスタオル、あの首からかけられるサイズが3種類、全7種類ね、ありました。で、まあ、選べたので、まず一つ目は、これです。ピカチュウだったりね。海竜もいますね。めちゃくちゃ可愛い。はい。こんな感じです。まずこれが一つ目。そして、二つ目が、こちら。印象のデザインタオル。ちなみに、これもう一個引いてます。もう一個もうすでに開封済みで使って、今、洗濯中なんですけど、これがね、×2 です。はい。で、これ。これもね、開けていきますね。そう、このね、柄めちゃくちゃ可愛い。ピカチュウとイーブイとプリンとトゲティがいます。はい。可愛い！です。これはね、もうすでに1個使って、洗濯中なんですよ。はい。そして、次が、4つ目になりますね。4つ目、こちら！このデザインタオル、またかーってなりますよね。本当にね、こういう時持ってないんですよね、私。オープン。これもね、柄がすごい可愛い。そう、ピンクのキャンディーとキャンドルが散りばめられてて、これはプリン、ピカチュウ、イーブイ、トゲピです。はい、すごい可愛いタオルでした。はい、次5個目、
5個目はこちらです。ダーン、 F 賞ジッパーバッグ。そう、これがですね、こんな感じで5枚入ってます。5枚入っていて、柄が光っちゃう、見えるかな、不思議だね、ピカチュウ、人影、ユニガメ入って、これをね、開けるとこうやってなんか小物というか、まあ、マスクケースとかがちょうどいいのかな、入れれます。はい、これが F 賞のジッパーバッグです。はい、これが5個目ですね。はい、次で最後となります。私はピカチュウをゲットできたのでしょうか。最後6つ目、ガチャン、ドバーン。これもあの F 賞のね、ジッパーバッグです。飛ぶね、かわいい、寝てるやつ。はい、ちなみに6回引いたって言ったんですけど、1回目で引いたのがあのこれでした。これでした。まあ、柄はね、すごく可愛いからね、どれ見ても全然ね、嫌とかはないんですけど、まあ、やっぱね、A 賞引き当てたかったなって思って、はい、可愛いです。なんでちゃんとね、使いたいと思います。で、この6回を引いて、結構まあ数も減ってきたので、じゃあもう一回引きに行くかってなって行ったんですけど、もうピカチュウが出ちゃっていてって感じでした。そう、なのでね、まあくじはこうやってね、引くのがとても楽しいので、そう、またなんかくじを見つけたらやっていきたいななんて思っています。はい、そんな感じです。この間ポケモンの映画を見てきまして、ミュウツーの逆襲エボリューション見たんですけど、すごいね、感動しました。はい、秋にはね、その任天堂スイッチの、ソードとシールドソフトがね、販売されるみたいで、それもね、いろいろと新しい機能も入っていて楽しみでございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひちょっとでもいいなって思ってくださった方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。この YouTube チャンネルは毎朝7時に動画更新してますが、この他に過去に行ったスプラトゥーン2のゲーム配信やライブ配信のアーカイブも残っておりますので、よかったらそちらもご覧ください。そしてこの YouTube の他にショールームや Twitter、 毎日配信、毎日更新しています。ファンビーツも解説しましたので、よかったらそちらもフォローしてくださると嬉しいです。お待ちしています。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。以上、ルータンことさくらばるりでした。バイバーイ。